と言って、私日本酒の小松説得してくる。リオのピュアラブをこんなとこで潰されてたまるか、うん、そうだそうだ、大体あいついつも細かいんだよね。ちょこ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 減点してさ。そう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 、いいのみんな、本当ありがとう。でもやることはやったし、ちゃんとズルしないで先生に報告してくる。どうだった？見せてごらん。何何？長篠の合戦で鉄砲隊の指揮を任された五奉行を五軍から選びなさい。さっさなりまさ、前田利家、野々村正成、明智光秀、伴直政。ああ、なるほど。この明智光秀で減点されたわけね。まあ実際はここに福富秀勝が入って五奉行とされてるんだけど、近年では明智光秀が鉄砲隊の総指揮を任されていたとされる説が有力なんだ。まあだから僕が先生だったらこの問題は丸。はい。本当に？本当に？じゃあデート？デートってこと？まあ約束したから。では先生も私とデートしたかったんでしょう。バカ、それはそこに秀吉って書いてあったらダメだよ。だけど僕は歴史学者としてニュートラルな見地から。はいはい。悪い、待った。どこ行こうか。どこか行きたいとこある？先生の行きたいところ。いやいや、君の行きたいとこ行こうよ。今日は君のお祝いなんだから。買い物でも何でも付き合う。私は先生の行きたいところに行きたいの。これは千本正宗の首塚。永禄3年に千本松平の戦いで那須宗則に討ち取られた際に築かれた塚だよ。この文字は。おお、おい君すごいぞ。これは古い。何何？この帽子、ここに愛って書いてある。これってラブってこと？それは上杉家の執政直江兼続の兜でね、愛の前立ては軍神愛染明王から取った。君には似合ってるかな。頑張れ、小沢リオ。
これだよ、これ。これが見せなかったんだよ。次は川中島の合戦場だな。これどこのブランドのロゴ？これはね、豊臣秀吉の家紋。やったじゃん、トモコ。じゃあありがとう。かわいいね。マキにはね、あるの、上杉謙信。うわ、見せ見せ。やで、これが美穂。これはどなた？石田三成です。みんなにどの家紋が似合うか超迷ったよ。別にお土産とか全然気にしなくてよかったのに。そんな遠慮しないでよ。みんなのおかげで私は先生とデートできたんだからさ。あ、写真見る。写真じゃーん。このくぼみに千本正宗が隠れてたらしいよ。へー。ってみおちゃん、これは何？これはね、首塚。首塚熱いんだよね。はい。あの、直子さんいらっしゃいますか？あ、いや、今ちょっと出てて。そうですか。じゃあ改めて。え、あれ、いた。いや、いたんだ。どうしたんだよ。あ、うん、ちょっと直子の顔見に。あれから学校休んでたみたいだったから。うわあ、なんだよこれ。マジかっけえじゃん。マジかす。こんなんもらっていいのかよ。もちろん。ありがとう、リオ。これヘビロテ確定だよ。ところでナオコ、さっきの人って？うん、あいつがババの男。マジ終わってるやつでさ、自分は昼間から酒ばっか飲んでババアに働かせてんだよ。ほんと人間のクズだよ。なおこ、最近食べれてる？ちょっと痩せたみたいだけど。リオ。ん？何？うん、なんでもない。そう。この本じゃないか。